ましてね、我ら名古屋おもてなし武将隊でございましてね、こたび出陣したるはこちらに見えますね、前田慶治様、そして拙者神宮佐隊和之助でございますね。さあ、これよりは名乗り口上を挙げさせていただきますね。花のごときその生涯、風のように流麗なること文化武人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者、前田慶治。はあ、興味名声天下、ああごちゃごちゃうるさいの、己が道を突き進むのみよ。わしが太閤殿下より歌舞伎御免の許しを得た戦国一の歌舞伎者、前田慶治じゃ。はあ、勘三助、お主も名乗りを上げよう。ほっ、拙者祭りが大好きじゃ。この日の元の祭りを全国制覇してみせなせれ、神の里隊和之助。我ら名古屋おもてなし武将隊、はぁ、拍手を届けたここはということで、やってきたが、ちょっと天気が良くないから、はっ、和之助、傘を持つまいで、はっ、じゃあ、みなみな、こたびは陽南護衛所へ参ってくれた。これよりの時間は、わしと写真撮影、そして顔を現世で言うサインの対応をいたしてまいる。故に、おーっと、傘が必要なものはちょっと刺した方がいいぞ。雨降ってきたからの。わしと写真が撮りたいもの、そしてこの時間しかちょっとの、撮れんちゅうもの、もう帰ってしまうよという観光客とかおったらの、今すぐ撮ってまいりたい。故に、写真撮りたいものは、こっちの方がいいかな、出てもらう。すごいね、こういう状況だよ。おーっと、降ってきたの。ちょっと、わしを傘に入れよう。ちょっと、まずいぞ、これは。和之助、早く帰ってこんと。いや、一緒には早い。いやー、なるほどな。名乗り工場上げたかったんじゃけど、ギリギリだったじゃな、これ。危ない。あ、そっちから和之助参った。いや、これはな、危ないな。ありがとうございます。まずい。では、先ほど説明した通り、わしは今、写真を今しか撮れんというものがおったらな、撮ってまいりたい。あ、ご覧かな、ご覧だったら、わしと共に写真を撮れる場所へ、の景観がいい場所へ赴きたいと思うが、大丈夫かな。よし、では景観のいい場所を探そうかな。一緒についてまいれ。あ、ということで、あ、届いて。